データをごまかした驚きの方法とは。行動経済学者の第一人者として知られるダン・アリエリー教授の論文の一つにデータの捏造の疑いが示されました。ダン・アリエリーといえばベストセラーである予想通りに不合理を表した人で、目にしたり読んだことがある人も多いのではないのでしょうか。この本の中では、例えば小、畜、梅の選択肢を用意すると、その中の比較で判断されるといった話や、最初に提示された数字が基準となってその後の選択肢の判断に影響を及ぼすアンカリングの効果といった内容が示されています。このような内容は今では行動経済学にとどまらず、ビジネスの場面でも応用されています。しかしながら、最近では実験系の論文で示された実験データを別の人や実機で実験しても論文通り再現されないという問題があります。再現性の危機と呼ばれるこの問題は、この行動経済学にも影響を及ぼしています。ただ今回紹介するお話は、実験が再現されないという問題よりもはるかに深刻な問題が指摘されています。それは実験データの不正です。今回焦点となった論文は、何かを申告する際に事前に署名をさせる方が後に署名をさせるよりも正直に申告するといった発見を担った論文のうちの一つで、2012年に発表されました。実はこの論文をめぐっては、後に原著者含むチームで再現を試みたがうまくいかなかったことが2020年に報告されています。その際に問題となった自動車の走行距離に関するフィールド実験に関してデータの異常が指摘されています。実験の不備で終わっていたらまだ良かったのかもしれません。問題はこの報告の際にオリジナルの実験の元データが提供されたことが発端です。この元データを詳しく調査した匿名の研究者含むチームは、データが持つ3つの異常を指摘しました。1つ目、自動車の走行距離の分布がありえない。通常であれば自動車の走行距離はこのようなグラフを描きます。しかしこの実験の走行距離の分布はこのように不自然に均等かつ5万マイルで突然終わりを迎えています。2、実験データのマイルが不自然にバラバラ。自動車の走行距離はあくまで人間が報告したものです。その場合数字が大きいと、波数を省略する傾向があります。元のデータでも末尾が00あるいは000で偏っています。しかし実験を行ったデータ、申告の前に署名をさせるというデータではそれらの偏りは一切ありません。これは実験の数値がランダムに作成されたという仮説を裏付けます。3、2種類のフォントに紐づきデータ改ざん。公開された実験データの Excel ファイルではベースとなるデータで2つの異なるフォントが使用されているのが指摘されています。2つのフォントのそれぞれのデータを分析した結果、まずカンブリフォントで観測データを作成、次にカンブリアフォントで複製、最後に重複を隠すために乱数を追加というプロセスを経ていることが分かりました。そしてこの2つのフォントでは観測データがほぼ重複していることも判明しています。ここから告発記事では、実験のベースとなるデータは複製されわずかに変更されたこと、実験を行ったとされるデータはランダムで作成されたと結論付けています。事実は小説よりきなりと言ったらおかしいですが、私はこれを読んでいてミステリー小説を読んでいるような錯覚に陥りました。それほどこの匿名の告発が納得できるものであると同時に、このデータはダン・アリエリー教授が連絡を取る保険会社から提供されたというところに恐怖を覚えています。この告発に対して著者たちは様々なリアクションをしています。ダン・アリエリーは研究で使用されたデータは提携した保険会社が提供したものであり、データベースの中身に関しては関与していないと述べています。まあさもありなんて感じですね。で、不正の真相は闇の中なんですけれども、ダン・アリエリーの答弁した PDF では異なるフォントが使用されているというのは何の皮肉なんだろうかと思ってしまいます。また著者の一人であるリサ・シューさんはツイッターでリアクションしています。1、もともと問題となった論文はシュー・ジーのベイズマンの研究とアリエリー・メイザーの研究が組み合わさってできたこと。2020年に再現実験を行ったが失敗、その際にオリジナル論文2012年論文の撤回を主張したが受け入れられなかったこと。
3、2020年の論文発表の際にオリジナル論文の実験データを掲載したことというのを明らかにしました。ツイートの最後に周さんは、科学が科学であり続けるために重要な仕事を続けてくださってありがとう。科学的探求のアーチは長いですが、真実に向かってこう描いています、といった感謝の言葉も述べています。非常に清々しいなと思うと同時に、今回の暴露記事をどこかで待っていたのかもしれません。最近もですね、心理学系の論文でと紹介しながら炎上してしまった D さんとかいますけれども、論文で紹介されていたからといって必ずしも 100% 信頼が起きるとは限らないということをですね、重々肝に銘じておきましょう。